なかなか調子が上がってこなくて、焦る気持ちと早く打ちたいという気持ちを我慢しながら自分のスイングをしようということに努めてきたので、なんとか一本出てよかったかなと思います。日本時間4月4日、待望のドジャース1号を放った大谷翔平。長い苦しみの末にようやく飛び出した初アーチに、安堵の表情だった。サンフランシスコジャイアンツ戦で宇宙観測への特大のホームランを放ちました。開幕から9試合、41打席目でのシーズン初ホームランは大谷翔平選手にとって自己ワーストでしたが、日本時間4月6日のシカゴカブス戦でも2試合連続のホームラン。調子を取り戻してきています。スポーツ指揮者、伊加堂。パートナーの裏切り、この不調には、誰よりも信頼していたはずの人による裏切りの影響もあっただろう。韓国での開幕戦を戦った後、通訳を務めていた水原一平氏の違法賭博問題が発覚。さらに水原氏は多額の借金を抱え、その返済のために大谷翔平選手の口座から送金していました。大谷翔平選手は、メンタルを言い訳にしたくはない、とコメントしていましたが、一連の騒動の影響が全くなかったとは言えないでしょう。通訳という役職を超えて大谷翔平をサポートしてきた水原氏を失ったことは、シーズン中の生活にも影響しそうだ。大谷翔平選手はコンディションを整えるため、遠征先でも滅多に外出せず、ホテルで過ごしていました。昨年、ニューヨークのおすすめスポットを聞かれ、一回も出たことがないのでわからないです、とコメントして、ファンや報道陣を驚かせるほど。遠征中は水原氏が24時間体制でサポートしていましたが、新通訳のアイアトン氏が同じような役割を担うのは難しいでしょう。水原氏が担っていた業務は大谷翔平選手にとってかなり大きいものでした。ただ、水原氏に代わってサポートする新たなパートナーが大谷翔平に入る。2月に結婚発表をしたマミコさんです。マミコさんは、富士通レッドウェーブで現役のバスケ選手だった時に、遠征は楽しいので好き、と話していました。愛犬のデコピンがいるとはいえ、大谷翔平選手が遠征で家を空ければマミコさんは一人。夫の遠征先についていくかもしれません、バスケ業界関係者。レジェンドとの共通点。水原氏の突然の解雇により、負担が増えるかもしれないマミコさん。家族に話を聞こうと、都内の住宅街にある実家を訪れると、ちょうどマミコさんの母親が帰宅。記者が声をかけるもすみません、すみませんとだけ残して、足早に家の中へと入っていった。メジャーリーガーのパートナーが遠征先に行くことはよくあることなのだろうか？現地で取材するスポーツライターの梅田陽子さんに聞いた。どこの球団も1シーズンに1回は、ファミリーデーという日が設けられており、選手と同じ飛行機に乗って遠征先まで一緒に移動できますが、毎試合というのは難しいです。ですが、アメリカ国内の飛行機に自由に乗れる契約を球団と結んでいたり、自費で家族を連れてくるという選手は多いです。子供がいても家庭教師のような人を雇って、妻を遠征に連れてくる選手もいます。偉大な日本人メジャーリーガーの先輩も、妻が遠征先で手厚いサポートをしていた。イチローさんの奥様も遠征先まで来ることがよくありました。イチローさんの場合は奥様が先に帰宅して、イチローさんが戻った時には普段通り過ごせるように家の中を整理するなど、かなり献身的に支えていました。大谷翔平選手の場合はこれまで水原さんがプライベートの部分もサポートしてくれていましたが、ただ、マミコさんはスポーツ選手だったので、アスリートへの理解もあるでしょうし、大谷翔平選手にとっていいパートナーになりそうです。梅田さん、伊加堂。イチローと大谷翔平にもある共通点があった。イチローさんも、人弓という犬を飼っていて、自分の息子というほどの愛犬家でした。犬にとって飛行機や引っ越しはストレスになります。遠征中や、移籍で新しく家を買った時にはトレーナーに人弓の世話を任せていました。体験家のメジャーリーガーは多いですから、大谷翔平選手も信用できるトレーナーを紹介してもらえるかと思います。韓国での開幕戦にはデコピンを連れてきていないようでしたので、もしかしたら、すでにトレーナーが見つかっているかもしれません。単純に遠征に同行すると言っても、そう簡単なことではないようで。国内移動といってもアメリカは国土が広く、基本的に飛行機での移動です。ドジャースの本拠地があるロサンゼルスは西海岸。ニューヨークなど、東海岸への遠征となると、5から6時間ほどのフライト時間に加えて時差もあります。
さらに、マミコさんにとっては、初めてのアメリカ暮らしで、言語も環境も日本とは全然違います。大谷翔平選手の遠征先について行き、サポートするのも決して楽ではないでしょう。前出スポーツ指揮者。二人にとって苦しいことが待っているかもしれない、全米ツアー。レオト愛があれば乗り越えられる。梅田陽子スポーツライターとして、野球以外にもフィギュアスケートやバスケットボールなど多くのスポーツに精通。現在はアメリカに在住し、大リーグを中心に取材活動を行う。絶好調の大谷翔平猛打賞の活躍、今季3号ホームラン、妻、マミコさんへの感謝の思いも。岩手県奥州市出身でドジャースの大谷翔平選手は、日本時間4月9日のツインズ戦でホームランを含む長打3本を放ち、猛打賞の活躍を見せました。メジャーリーグ通算ホームラン数の日本人最多記録まで、あと1本と迫っています。ここまで4試合連続マルチヒットと好調の大谷翔平選手は、第1打席で真ん中高めのストレートを強振した打球は、センターオーバーのツーベースヒットに。9日もいきなり長打が飛び出します。1点を追いかける6回表の第3打席では、インコース高めの初球を振り抜くと打球は3塁線に落ち、9日2本目のツーベースで5試合連続のマルチヒットでチャンスを作ります。さらに、後続打者のタイムリーで大谷翔平選手が生還し同点に追いつきます。活躍はこれで終わりません。1点リードで迎えた7回表の第4打席で、高々と上がった打球はぐんぐん伸びてそのままレフトスタンドへ飛び込みました。ダメ押しとなる今季3号ソロホームランで、松井秀喜さんが持つメジャーリーグ通算ホームラン数の日本人最多記録、175本まであと1本に迫ります。9日はホームランと2本のツーベースを打った大谷翔平選手、猛打賞でチームの逆転勝利に貢献しました。ドジャース4月2日ツインズ。連日大活躍の大谷翔平選手ですが、9日の試合前には囲み取材に応じ、妻、マミコさんへの感謝の思いを語っています。ドジャース大谷翔平選手、ここ数週間いろいろあったので、隣に誰かいるかどうかでだいぶ違う。そういう意味では、妻がいてくれてよかったなと思う時はあった。